じゃあ、のじあい、そこら辺で終わりでお願いします。いいね、萌えプロ、世界大会あるぞ、これ。あ、これあるぞ、萌えプロ。でも、普通にあそこでやっても面白いですよね。ロフトプラスワンでやってもいいんじゃないかなって思う。そうだよね。しかも、何が熱いって、萌えプロはオフィシャルの許可マジもらえちゃうからね。そうだよね。あの DVD 化までできるっていう、できる権利持ってるでしょ僕の友達っていう。というわけで、じゃあ DDD、むつみ、イージス、あと誰だ、バンドは弓道 KM、 このあとはおじさま、あとおじさま41。じゃあバンド勢、今呼んだおじさま、 DDD、 むつみ、4126、イージス、KM、 弓道、この7名は、後回しにします。それ以外から始めたいと思います。打順は決まってるんですか？決まってるらしいので。決まってますか？この7人がランキング7位とさせていただきます。1位から7位とさせていただきます、現状のね、便宜上。はい、じゃあモイプロホームラン競争 HD、 HD 今日は HD でお送りしていきたいと思います、はい。やっぱ違うよね、新しくなったよね、はい、HD です、 HD です、 HD です、はい。じゃあこれはなんだよ、ランバとか。なので今日打った本数、次回の本数とかどんどん足し算されていくというような流れになっておりますので、あのタコがバレますよ、タコは。ちょっといいですか、3ヶ月タコとかできますよ。あ、逆にすごいっていう、賞を用意したいかなと思いますけどね。ニコ生の方比率間違えてました、はい、はい、今日 HD 版でお送りしたい、ニコ生の方、画面比率間違えてました、はい、はい、もう一プロホームラン競争 HD です。はい、じゃあ面倒くさいので、上から呼んでいきます、いいですか、はい。ルールは簡単、100円を用意します、入れます、打ちます、ゲームオーバーになります、もう一回できます、ニクレなんで、はい、以上。当たった場合はそのままやってください、当たった場合はそのままやる、なので運も相当絡みますよ、はい、いいですか。じゃあ第一打席、ジョニキからじゃあお願いします。ジョニキいるか、ジョニキ乾燥した場合、はい、減らないんで、はい、入れます、入れます、はい、いいですよ、続けて。あ、じゃあ感想はそのまま継続と、継続ということで、はい、じゃあ継続で、はい、じゃあジョニキから、はい、いきますよ。じゃあモイロプロ野球ホームラン競争、ランキングバトル始めたいと思います。さあ第1打席、ジョニキホームラン打って帰ってこい、いいな。要はついに、HD 筐体になってホッパーが動くようになったので、ホッパーが動くようになった、ホッパーボタンをつけられるようになった。なるほど、よかったよかった。なので今回はフリーズがないぞ。さあ下段打った、まずはジョニキ開幕ホームラン、素晴らしい。さあこのまま何本打てるんだ、ジョニキ2投目投げて下、早いから。さあ1本、今のところ1本です。しかし、通常の試合ルールになっておりますので、2クレメも使えます、いいですか、2クレメです。なのでフリーズしてもリセットしてもう1回できるという、もう1回できる、継続が可能になりました。はい、継続から打った、ジョニキ2本目。さあランキングバトル初ホームラン男ジョニキ、さあ2投目、2プレイ目の2投目、どうだ、真ん中来た、ゴールか、微妙、ギリギリ入った、ギリ入った、ライン際繋いでいくよ命を。ジョニキホームラン2連続、3本目、さあどうだ、振り遅れ、終わり、3本。さあじゃあジョニキ3本ということで、ありがとうございました。割とこれで優勝狙いますからね、これで優勝狙いますからね、じゃあクリスチーネゴーダー打順第2打席、クリスチーネゴーダー100円入れてランキングバトルをやってこい。さあジョニキ3本のホームランをスタンドに叩き込んできたぞ、この萌えプロバンド勢大丈夫ですか、ちゃんと抜けるんですか。さあクリスチーネゴーダー、クリスチーネゴーダー、その次がナルになりますね、そうですね、ナル、ナルサユブルキ24と続きます。さあ、おー難しい球、よく打った、素晴らしい、ここまで上手くなったんだな、みんなすごいな。いやー、HD あんなの捨てゲーだよ、普通。あー、難しい。さあ、ワンプレー目は1本ということで、16対9になっても、そうですね、16対9になっても難しいものは難しいということで、さあ、2プレー目、強けらゲリーを選択していく、1投目、クリスチーネ難しい、おちょっと詰まった、誰だか、いったね、いったね、2本目のホームラン、2本目のホームラン、
さあ3、2度目どうだ、難しそうだ、合わせた。もう完全に帝の萌えプロ勢、帝勢たちが相当ホームランを量産するようになって、さあこれでジョニキと並んだぞ、ジョニキと並んだ、さあ打ったー、スタンドまで持っていく。さあこれバッチバッチ見えてきたぞ、苦しいね、どうだ、あー打ったー、いけるいける、バッチがあるぞ、バッチがあるぞ、さああと1本打ったらバッチだ、バッチー、お見事、苦しいね、パーフェクト、5本、最初のプレーの1本として6本ということになります、ね、さあ続けられるんですけど、これ有効にしちゃう、有効にしますか、有効にしちゃおうか、はい、うん、じゃ あ, あの終わるまで、終わるまでです、はい、いいですか、打て、ハイボール、かなり危ない、どうだ、また打った、また打った、クリスチーネ、これ萌えプロ勢に相当なプレッシャーを与えていますね。さあ2投目打っていく、打っていく、あるのか、あら、どう考えてもこれは電圧を見えてるとしか思えないこのムーブ、里目打っていく、打っていく、やばいぞクリスチーネ、これは奇跡が起きているのか、あれ4投目、2周目クリアできるのか、あー難しい、おー、やる、やる、見えてる、見えてるぞ、あれだけ数々に10本が、10本いっちゃうのか、どうなんだ、難しいぞ、いった、入ったホームラン、バッチ2個目、バッチ2個目、完全に今クリシネが燃えろプロ野球ソルジャーになってますね、これじゃあそのまま続投、どうだ、つなげていく、ホームラン、電圧見えてます、電圧見えてます、そろそろ萌えプロ勢の顔が収めてくるぞ、あー難しい球、入ったか、入いたー、あれ枠が足んなくなってきますよ、枠が足んなくなるぞ、分かって、3投目難しい球、引っ掛けた、いいぞ、ホームラン、苦しいね、こうだ、どうしたんだ、完全に燃えろプロ野球ソルジャー、ホームランソルジャーと化している苦しいね、あー詰まった、でも入る、ホームラン、でも入る、さあバッチ3つ目いっちゃうんですか、これ下段、どうなの、あ、いった、これいった、ホームラン、あれ、あ、さあここで元もう一周、どうだ、これも打つか、クリシーネが止まらない、もうこれは閉店までクリシーネがホームランを打ち続けるという今様相を見せていく、どうだ、あー打った、これホームラン、バチがなくなる、さあ3投目、どうだクリシーネ、あー引っ掛けた、ファウルだ、残念、なんと苦しいね、こうだ、18本のホームラン、お見事、いやこれの後やるのやだね、というわけでナル選手、ナル選手、何が起こったんだ、苦しいね、こうだ、これはちょっと苦しいね、これ、これやばいっすね、このバカ当たり、こういう時もあるんですね、このゲーム、さあナル選手打席に入って1投目打っていく、1人1本以上のホームランを打てるようになった味方勢、素晴らしい戦闘力、さあ2投目どうだ、遅い、あー無理遅れ、残念、じゃあそのまま、はいはい、2本目で、2クレ目で、2クレ目でプレーの方を継続してくれ、ただいま、1位は、クリスティーネ・ゴーダの18本、これはひょっとするとさあ強気の下痢に変えていく、真ん中これは入ったろ、ホームラン1本目2本目ですね、トータルで、まあこれでもすごいです、これでも十分すごかった時代がありました、はい、確かに去年、どうだ振り遅れた、狙いすぎ、なる2本、これでも普通です、苦しいねがおかしいです、はい、ありがとうございました、じゃあ鳴沢優衣4番打者、鳴沢優衣打席に入ってくれ、ネクストバッターズサークルはブリーキー24となっております、はい、バッチコレクター、バッチコレクター、これバンド勢はちょっとこれあれじゃないですか、スカウトしないとあれじゃないですか、さあどうだー、1投目打つですよねー、
これが普通です。ですよね。さあじゃあ次2プレー目、ナルサユイ頑張れ。お、これ当たった場合は有効ですからね。有効ですよ。クレジット増えますから。ちゃんと当てやがった。当たってないか。当たってない。当たってないか。残念というか。今たまたまちょっといいところで止めちゃった。うん、ジャーニー透明に入ります。たまたまいいところで止まった。この強キャラゲリ。先ほどクリスティーネもこいつで打っていた。どうだ？おっと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 。さあ、これだって打てるんだよと。ナルサユイしっかり打っていく。ジャーニー透明どうなる？振りかぶって投げて。打っていく。あー、残念ファウルだ。なしよということで大丈夫。似た子じゃない、似た子ではない。さあでも鳴沢ゆえですらタコはもう、免れましたからね、じゃあネクストバッターズサークル、ブリキ24、その次ピラキシ、ネクストバッターズサークルに入っておいてください。よろしくお願いします。今日死にかけいないですね。死にかけ、あのタコいねえな。あのタコいないですね。あのタコ永遠に打てない。死にかけさんいないですね。じゃあブリキ24、100円入れてゲームを始めて、ホームラン打って帰ってこい。さあジャイアンツを選択していく。止め、どうだ。おー、微妙なラインだが、なしよ。万歳なしよ。残念残念。さあ2投目に入ります。なんだったんだ、苦しいね。18本のホームラン、ランバトが終わってしまいそうな勢いですね今日。お、残念。当たった場合のクレジットは有効とさせていただきます。このノジェール、苦しいね。これも当たってたらすごかったですけどね。熱かったですけどね、はい。こういう日は宝くじでも買った方がいいですよ。さあ2投目、あー難しい球、あれ終わり。お、ブリキ初タコ、初タコ、ブリキ史上初タコ、はい、みんな拍手。じゃあピラキシ打席に入れ。あ、そう、ラストチャンスあるぞ。あるぞ。さあタコ7。おー、そろった。ブリキ24、タコがいい、タコがいい、持っている。さあホームラン打て。タコはやだ、ダメだ、タコだ、やっぱタコだった。あ、まだあるよ、まだあるよ、まだあるよ。まあそうですね、3タコからのルーレット。どうなんだ、ダメー。というわけでブリキ24、3タコおめでとう。じゃあピラキチ打席に入れ。でネクストバターサークル、クデね、3タコと。さあ初タコがブリキ24と。じゃあピラキチ、じゃあピラキチどうなんだ。打ったさすがピラキシー。これでタコ回避です。タコは回避しました。タコは回避。グラディウスうまいやつは、モエプロもうまいということで、はい、さあ2投目どうだ。ピラキシー難しい球。おー、よく打った、よく打った、よく打った、えらい。ホームラン見えてるぞ。この程度の球グラディウスに比べたら大したことないんだ。3投目投げて、あー難しい、あー打った打った、よく打った。ホームラン、いやー、ピラキシも3本のホームラン、4本目。ピラキシスイングが、ピラキシスイングですね、これが。どうだ、あー惜しかった。狙いは悪くなかったが振り遅れ。4回振ってから打つっていう、4回振ってから打つっていう、ああ、ピラキシムーブが出ました。というわけで2クレジット目です。ピラキシ現在3本のホームラン。さあどうだ、難しい球打っていく。おーっと、さあ自分の中であのようにしてタイミングを測っているのかもしれない。さあピラキシ、ピラキシ、ピラキシがどうだ、打った、あー、ワールドなしよ。ありがとうございました。4本のホームラン、ピラキシおめでとう。じゃあクデ打席に入れ。でモロシンシ選手、次です、準備お願いします。さあゲリを選んでく、強キャラゲリ。ゲリ強キャラ、遅い球、合わせていく、いい感じ、しっかりスタンドに放り込んで、まずクデが1本目のホームラン。ここはやはりタコだけは回避したいですからね。あー、何それ、難しい球、これきつい、これは電圧が見えてないとあれをミートするのは難しいと言われている下段ですね。125キロとか言ってどこのバッティングセンターだって、どこのバッティングセンターだこの野郎と。さあ2クレ目に入るぞ。ハイボー、クデ選手2クレ目。さあ速い球、ああ上に送れ、ちょっとまあ見ちゃいましたね。でもあ、まだありますよ、まだありますよ、あるぞ。クデ7を揃えればいいんだ、7を揃えるか。9-0終わり。でもクデ1本ということでありがとうございました、はい、じゃあモロシンシー選手、タコではないですね、モロシンシー、タコ回避ということで、じゃあモロシン選手、じゃあポンズ選手、次の打席に、あの次順番なんで、ネクストバッターサークルは、ポンズ、ユクト、フツの順番です。はい、よろしくお願いします、はい、さあ今打席に入っているのはモロシンシー。右バッターボックス第1投投げて、打ったよ。おい、これはちょっと、あー、いや、入った危ない危ない。タコ回避、今のところ3タコのブリキ24。2投目
打った、いい当たり、ライナー性の当たり、ホームラン、スタンドへ、ホームラン、そう、なんだみんなすげえな、ホームランなんて当たり前の世界になってしまったんですね。さあ3投目おろしにしか、あータイミングずらされた、ワンクレメ、これが普通です、これが普通ですよ、これが普通です、大丈夫です、落ち込まないでください。というわけでございまして2クレメに入ります。2クレメクレジットを消化するまでが、ランキングバトルのホームラン競争になっております。いいですか、さあどうだ、つないだ、いったんじゃない、いったんじゃない、いった、おろしんし3本目のホームラン、さあ2プレメ2投目、2の2投げて、おろしんし打った、センターバック、ちょっと詰まり気味だが入っていく、もうタコなんてないんだと。さあ今のところこれで2対ですね、ピラキー3投目難しい、残念、これが普通です。さあまだありますよ、ありがとう、あないですね、あこれで、はい、あじゃあポンズ打席に入れ、ゼロの時だ、ゼロの時、ゼロの時だけですね。さあ現在ジョニキ3本、クリシーネゴが18本、ナル2本、ナルサユ1本、ピラキチ4本、クデ1本、モロシンシが4本、さあポンズが、あー残念、当ててこ当ててこ、今のところ、1位が18本、2位が4本、そうですね、で最下位がサンタコト、そうですね、当ててこ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 、ダメだった。というわけで2プレイ目に紹介に入ってください、ポンズ。じゃあユクとネクソバタズサクレ、さあポンズ2クレ目、ファイボーゲリー、さあゲリーを使っていく、1投目2クレ目打った打った、これでタコは回避だ、ポンズもホームランを打っていく。さあ2投目投げて、あータイミング振り遅れ、ここはじゃあポンズ1本で終了ですかね、ありがとうございました。じゃあユクト打席に入れ、じゃあフッツ選手ネクストバッターズサークルで準備の方お願いします。さあ一時は運ゲーと言われていたこのゲームですが、そうですね、まさかノーフューチャーの連中がここまで攻略するとは。さあ詰まった当たりなしよ、残念。さあ行くと、これはセブンを揃えていこう。最初大塚吉さんという作家の人は、俺がレバーでバットの方向を決めるんだと、打球に合わせてレバーを入れるんだっていうことを信じてくれなかったですからね、うん、そうですね、振ってりゃいいんだ、タイミングだけだ、タイミングだけなんだよ、振っていたこの世界が今やもうホームラン1本当たり前。さあ打っていく、行くと1本目、俺はタコにはならないぞと、ここは1本ホームランを放っていく。さあ2投目投げて、あー内角難しい球だった。じゃあユクト1本、じゃあフッツ打席に入れ、アルタキネクストバッターズサークル。さあクリスチーネ・ゴーダのこの18本という記録を、ミカドのノーフューチャー萌えプロ勢が抜けるかどうか注目していきたいと思います。さあ打っていく打っていく打っていく、ホームラン、さあ打つにも何かが見えている。2投目どうだ、打っていく、上段ヒット、お見事、打つもよく見えてますね、球が。さあ3投目、タイミング合わせて、あー難しい、あー打っていく打っていく、詰まった当たり、しっかりフォア込んだ、あれを打てるようになってくるとこのゲーム非常に面白くなってくると。さあ4投目どうだ、難しい、あー打った、いったか、入ったね、詰まった当たりだが、しっかりつないでいく。さあバッチチャレンジラスイチ、どうなる、普通バッチリ、あーちょっと今これが萌えプロプレッシャーってやつですね、残念バッチにやられてしまった。さあもう1カウント消化してくれ、普通4本のホームラン、4本だから、クレジットサービスはなしなしということですね。さあ打っていく、さあ普通もホームランを量産してくれ。さあここで2位に躍り出たのは普通ですね、じゃあこれで2位です。さあどうだ、構えて、ああ振り遅れた、残念で、しかし普通あの現状2位でございます、5本のホームランおめでとう、じゃあアルタキ打席に入れ、じゃあビブン選手ネクストバッターズサークルで準備の方お願いします。ビブンガロボーゲーム9、ビブンガロボー、フトニタ、アキラと続きます。はい、サウト、いやいやいや、これでやっぱ打てるよと、ホームラン、アルタキ、さあ、これ2打席目、みんな上手くなりすぎます、ね、やーっと振り遅れ、ここは1本のホームラン、じゃあクレジット召喚お願いします。今回のルールは
ガチで100円を入れて2回あるゲームの、ホームランの総数を競うという形になっております。5本打った場合は継続されるため、それもカウントされると。さあ打っていく、打った、ライナー性の当たり、しっかり打ったぞ。さあ2投目、新滝、エアガイツ世界大会ランキング、あー残念、ここは新滝じゃあ、2本ということですかね、はい、ありがとうございました。じゃあビブン選手打席に入れ、ガロボー選手ネクストバッターズサークルで準備の方お願いします。ソリッドファイタービブン、今日はゲリを選択、強キャラと呼ばれているゲリ、いわゆる判定が大きいとされていますがね。さあどうだ、まずは1本目かっ飛ばしていく、ホームラン、ホームラン、格闘ゲームが上手いやつはホームランだって打てるんだと。さあ最近すっかり定着した打つ前の素振りですけど、ビブンさんは使わないですよね。そうですね、あーだあーいた、いたいた、大丈夫だ、難しい球をも HD 化されたことの恩恵を受けるごとくしっかり反応できるようになったみんな。さあ3投目どうだ、ビブン合わせた、うまい、つまんだ、たりなしか、なしだった、残念。1クレ目ビブン2本、じゃあ2クレ目クレジット消化をお願いします。惜しかった、おっとこれはキャラチェンジしていく、いいバッター、あー終わり、いやー難しい球、球はなかなか、しかし諦めるな、諦めるな、あれがあるぞ、ルーレットがあるぞ、ラストチャンスミスターの教えをな、8終わりというわけでビブさん2本です。じゃあガロボー打席に入れ、じゃあネクストバッターズサークル、マスクドジャド、フトニタ君から、準備の方お願いします。で、アキラザコタケヤンと、はい、じゃあ最後、あのアキラザコタケヤンと続いていきます。さあ、バッターボックス入りました、ガロボ、ミスター MV、 リンスかな、リンスだな、リンスを選択していく、ガロボー選手も本当にホームランを打てるようになった。さあ、何か構えて、あー狙いすぎ、お、ガロボー、これはタコか、タコあるのか、いい、ね、あるのか、いい香りがしてきましたよ、これはガロボー、アオリ勢がニヤニヤしてるぞ、いい流れ、さあガロボーアオリ勢が今ニヤニヤしているぞ、ガロボー緊張してる、緊張してる、緊張、ビブンさんの顔に笑みが出てきました、ビブンさんがニヤニヤしている。さあガロボータコるか、どうだ、タコだ、タコだ、ガロボーまだあるぞ、2タコからの3タコあるのか、ガロボー2タコ、ありがとうございました。じゃあネクストバッターズサークル、あ、じゃねえや、打席にマスクドジャド、ネクストバッターズサークル、アキラお願いします。さあ、ガロボーは晴れてこれで自由契約となりました。自由契約でしたね、はい、これで、はい、これじゃあバンドに入れませんね、はい、というわけで、プロレスラー太りた、あ、太りた、合ってない、合ってない、よく見て、速い速球、タコフォードが書かれてるのやべ、ガロボー改めタコボーになってしまうのか。さあ太りた、お、これ太りた選手、これタコあるじゃないですか、タコありますよ、あ、プロレスラーは有刺鉄線バットじゃないと打てねえのか、あるぞー、タコがあるぞー、タコだー、さあ2タコからの3タコ、3タコチャレンジ、3タコチャレンジあるぞ、ここでタコが続いていく、3、1、4、終わり、2タコ、太りた2タコ、おめでとう。じゃあ次、アキラ選手、じゃあザコ選手、ネクストバッターズサークルで準備の方お願いします。いや、これが普通ですよ ね、 でもね、これが普通です。さあ、1投目当てて、あー残念、ポテンヒット、残念ながら、モイロプロ野球ホームラン競争はホームラン以外は全てアウトとさせていただいております。さあ、アキラ、これ、インフィールドフライですからね、今だと。さあ、アキラ2タコ、2タコが勝ってるぞ、アキラ。さあ、ガロボがニヤニヤしてるぞ、アキラ、タコルか、タコだー、あ、まだあるよ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 、2タコからの3タコあるぞ、2タコからの3タコ、ラストチャンス、あー、終わりー、アキラ2タコ、おめでとう、はい、じゃあザコ選手、ザコ選手、さあ DDD 選手を初代侍の世界に連れ戻しに来たザコ、打席に入る、さあゲリを使って1投目、どうだ、あー、タコタ、タコタ、タコタ、あるのか、 MVS 勢は2タコか、 MVS 勢2タコか、
さあラストチャンス当てていきたいところ。おあーダメダメダメ。さあザコタコるか、ザコタコるか、どうだ、タコリーチ、タコリーチどうだ、ダー打たれてやった、タコタコだった、万歳なしよからのタコ。さあ2タコからの3タコあるのか、タコザコタコザコザコザコだった。じゃあタケヤン、タケヤン、タケヤン、タケヤン打席に入れ。じゃあネクストバターサークル辰俊、じゃあ準備の方お願いします。じゃあ竹谷選手打席に入ってください。今日タコ大量ですね。後半今日はもう酢タコですね、今晩はもうタコだ、酢タコだ、タコ刺しだ、タコワサだ、タコワサだ、タコワサ。クリスチーネが全ての運を奪っていく。一投目竹谷難しい球、インフィールド裏。あ、でもいい仕事ですねこれね。あの3番ナジャとかだったらいい仕事なんで、いい仕事ですね、ちょっと電圧が変わったかもしれませんね、これね。さあ2投目どうなるか。さあこれまあ伝説のこれ4タコできますからね、4タコできますからね、うまくいけばね。さあタケヤンタコリーチ、タコリーチからの1投目どうだ、おー冗談じゃないよと、タコ回避、俺をタコ呼ばわりするのはやめてくれと、ホームランを打っていく、ガローダー俺は違うんだと。さあ2投目つないでいく、つないでいく、ホームラン、いや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 、さあタコヤンを阻止していく、タコヤン阻止、さあどうだ、タコヤン回避、さあ止め打た、電圧変わったなこれ、打てるぞ、変わった、ホームラン、タケヤンが電圧を呼び戻したぞ。じゃあこのタコヤンの、ああ打た打た、あ、いける、外に流れる、いける、いける、打っていく、さあバッチがもらえるぞ、バッチがもらえるんだ、これを打てばもらえた、ホームラン、で竹谷そのまま継続、さあダブルアップ、さあこれ竹谷が2位タイに躍り出ましたね、5本のホームラン。さあ竹谷これがラストゲームになるか、それともまた5本打ってつなげるのか。3プレー目、伊藤目、難しい球当てていく、詰まった当たりだが、これで単独2位、しっかり入った単独2位だ竹谷。クリスチーネ・ゴーダはここから18本打っていった、あー難しい、入るか、入った、ギリギリ入った、完全に電圧呼び戻しましたね。さあ3プレー目の3投目、難しい球しっかり合わせて、ホームラン、ヒット、いやー一回タコを挟むと電圧変わるのかもしれませんね、一回どころじゃないか、一回どころじゃないですよ。さあどうだ、打っていく、あれクリスチーネ、これいけるんじゃないですか。さあ10本目のチャレンジ、10本目のチャレンジ、打ったー、おいっと、バッチ2個、じゃあ継続します、継続します、竹谷あと8本だよさあホームランダービー、まさにモエロプレギホームラン競争ランキングバトル、3投目に入った、3プレー目に入った竹谷、1投目打っていく、打っていく、さあ単独に現在11本目のホームラン見えてますね、見えている、俺にだって電圧ぐらい見えるんだ。さあ難しい球、いやー残念、終わり、11本のホームラン、今2位だ、みんな竹谷に大きな拍手ありがとう。じゃあ辰俊選手打席に入ってくれ。じゃあこの辰俊さんの打席が終わったら1回枠取り直します。はい、皆様お待ちかねの萌えプロ勢が7人出てきます。多分ねクリスチーネのホームランなんて多分今鼻で笑ってますよ、18本ぐらい何打ってんのみたいな何18本って、何18本なってます、少ないなーって、少なめだねみたいな感じで。ハイボール、さあ辰俊1投目タコだけは回避したい、よっしゃ、タコ回避、俺はタコではない、ホームランを放っていく、完全に電圧が流れ取り戻しましたね竹谷の回からね。さあ2投目、まあ、電源切ったりしても大丈夫ですよ。さあどうだ、おさあほら、さあこれはちょっと二タコ勢ちょっとやばいんじゃないですかこれ逆にさあ3投目、ガロボーからの二タコが、あーホームラン、これは特大ホームランですよ、特大ホームラン、場外までかっ飛んでいった。さあここは4本目のチャレンジになる、タソシどうなるか、4投目難しい、それは難しい。じゃあそのままクレジットを消化して2プレイ目に入ってくれ。さあ現在3本、ハイボール、そうですね、あと2本打てば3位になれるか、どうだー1本目
これで3位へのチャレンジが今この打球2投目投げて、あー引っ掛けた、打った、よしよしよし、ちゃんと当てていた、流していく。さあこれで5本のホームランを揃えていく。そうですね。さあ5本になりましたよ。ここで単独3位になれるか。あー残念。じゃあちょっと休憩を挟んで、休憩っていうか、枠取り直します。それでは、ノーフューチャーの面々、萌えプロ製の面々、おじさま DDD、むつみ4126イージス KM9 度。じゃあ打席をつないで、打順を決めて、ちょっと打順考えておいてください。ついに現れた帝の萌えプロ勢、その名もノーフューチャー。クリッシーネ・ゴーダが18本打ってしまったこの状況でノーフューチャーどのように立ち回るのか。7人の勇者たちにどうか、ご期待を。今のところ1位が、クリッシーネ・ゴーダ、18本、はい、2位が竹谷、11本、はい、3位が、辰年仏ってとこですかね。ですね、辰年仏の、はい、3位タイということで、5本。萌えのプロ野球ホームラン競争。さあ、はいはい、じゃあ萌えのプロ野球ホームラン競争大会、ついに帝萌えプロ勢の7人の勇者たちノーフューチャーが現るということで、じゃあ1打席目誰からやるんだ。打ってこい、ケームから入るぞ。ケーム両替機を往復という単位を作った男ケーム、お金を使うのが大好きケーム。囲っていくのか、それともケームがホームラン打って帰ってくるのか。さあケーム今打席に入る。ストリートファイター金ぶっ込むやつ、別名モイロプロ野球ホームラン競争ノーフューチャー。第1打席ケーム、クリスチーネ・ゴーダの18本というこの重くのしかかるこの記録に対し、ケームどのようにしてホームランを放っていく。1投目ケーム、あー難しい、電圧が変わった。萌えプロ勢1タコ、あ出た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 、1タコからの2タコもあるぞ。ハイボール、繋いでいったゲーム、難しい、打ったダボールくせ、タコからのタコ、タコからのタコを繋いでいく。まだあるぞ、当てられるぞ、当てられるぞ、ゲーム当てて、3タコにつなげ、ダメだ。さあノーフィ、先頭打者が仕事をしない野球チーム、ノーフューチャー。さあタコはやだ、俺はゲームだ、往復させろ、打ったー、だっせー、ゲームまだあるぞ、まだあるぞ、4タコはダメだ、ゲームアウト。まずじゃあノーフューチャーのゲーム、みんな2タコ3タコ拍手、ブリキ24に並びました、ありがとうございました。じゃあノーフューチャー2打席目は誰が入るんだ。弓道、弓道が入ります。お前ら本当に萌えプロ勢か、お前ら本当に萌えプロ勢なのか、大丈夫か。ゲームがあの手たらくですよ、2タコからの3タコ。さあ弓道、自らが愛する、日本ハムストリートファイターズを選んで右バッター先、1投目どうだ、これが萌えプロ勢だ、萌えプロ勢しっかりタコは回避していく。ゲームどうしたんだ。2投目、あー当てない。さあ1本のホームラン、1本のホームラン。さあ残りゲーム、大丈夫か、弓道、弓道大丈夫か。クリスチーネは18本打ってんだぞ。さあキャラチェンジ、日本ハムストリートファイターズ、ザンギフ、アウター、ホームラン。さあデカキャラサガットを使っていく弓道、どうだ、2投目アウター、サガットで2本目、つないでいく弓道、俺は萌えプロ勢だと、タコにすんな、3投目、あー残念、
チェンジアップにやられる。サモ、サモ、あれノーフューチャー大丈夫ですか。モエプロセージャー3打席目は誰が入るんだ、3打席目は誰が入るんだ。おじさま来た、おじさま。打った人と握手して、タコった人と握手しないようにタコウイルスが移ります。ゲームの触った、レバーは消毒した方がいいかもしれません。一投目、おじさま萌えプロ勢を舐めるな。しっかりホームランを打っていく、おじさま。ノーフューチャー3人目、3人目の資格、苦しいレコーダーがなんだ。2投目打った、あの難しい球、いや入った。詰まった当たりではあるが、しっかりスタンドに放り込んでいく。3投目どうなる、おじさま、難しい、当てていく、なしだった。さあ、じゃあ2クレ目に入ります。おじさま頑張ってくれ、あと16本打てなきゃいけない。なんだそれ、下段をしっかりスタンドへ。これが萌えプロセ、萌えプロセ考えすぎじゃないの。だから難しい球打てる、打った打った。さあ、あの変な魔球をしっかりスタンドに放り込んでいくあたり、さすが萌えプロセ。3投目難しい球、どうだー、ダメだー。いやー、しかしあんだけ難しい球放られるの珍しい展開でしたね。おじさま4本ありがとう。さあ、じゃあノフューチャー4人目、4番誰だ、4番、じゃあ4番 DDD。 さあ DDD が今、ケーブと握手するのやめた方がいいぞついに4番打者が現れた、4番打者が現れた。ミカド2014年ベストプレイヤー大賞第10位 DDD。 萌えプロ勢なのか初代サムライスピリッツ勢なのか、もうよくわからないこの男。さあ、ドラゴンズ選んでいく、強キャラゲリー選択して、1投目萌えプロ勢の威力を見せてやる。いたー、あぶれあぶれ、詰まってましたけどね。必殺のバスターエンドラン見せてやる。2投目投げて打った、どうだ、入った、軽く打つね、軽く打つね。さあ、現在このミカドのエースと称されるこの DDD がどこまでホームランの記録を伸ばすのか。安定感が違う、安定感が違うと会場がため息で漏れている。美しいこの俺のバスターエンドランを見ろと、どうだ、素晴らしい、まるでホームランが当たり前のように当たっていく。俺の打線を、打法を見ろ、どうだ、入んない、ここで電圧が変わった、電圧変わった。4本のホームランで1プレー目終わり。さあ、2クレ目に入るぞ、2クレ目に入るぞ。さあ、電圧が変わった気配があるぞ。2クレ目 DDD4 本からの1タコあるかもしれません。バサエンドラン準備は、どうだ、あんなのよく打つよ、オエプロ勢素晴らしい、魔球は通じない。さあ、2打席目投げて、ゲータン打った、下タイガーちゃんと打った、下タイガーホームランに、素晴らしい。やー、危ない危ない、3投目難しい球、バットの根元でホームラン、ホームラン、素晴らしい、できる、まだまだできる、俺がノーフューチャー DDD だ。下タイガー、残念、早い下タイガー大でしたね、素晴らしい打席。じゃあ現状、3位と、させていただきます。 DDD7 本のホームランありがとうございました。誰ですかノーフューチャー残り3人。じゃあむつみ、はい、じゃあむつみ、はい、打席に入れ。ノーフューチャーは残り3人になりました。クリシーネ・ゴーダのこの18本とかいうバカ当たりをあと3人抜けんのか、大丈夫か、あるね、ホームラン。さあ、みんながゴーダに握手を求めている。ゴーダに流れる微弱な電波が今むつみに感染されたのでしょうか。むつみ打席に入った。ノーフューチャー、むつみが1打席目打っていくホームラン、ホームラン。さあ、むつみ
2投目、むつみはあれですね、 DJ、 ああ空振り、何やってんの、1本こっからですね、こっからですね。さあ1本のホームラン、でもここで電圧また変わるかもしれないですね。さあむつみ、ここはまた DJ を選択していきますね。さあ1投目どうだ、打った、危ない危ない、モエプロ勢魔球には強いんですけど、なんか普通の球ダメになってないですか、大丈夫ですか。2投目真ん中打った、考えすぎて反応が遅れてるのかもしれませんね。じゃあここはむつみ繋いでいきたいところ、3投目どうなる、投げて打った、よく打った、よく打った、流した流した、いいよ、ホームラン、4本目のホームランを放っていく。さあ投球数は、投球数は4球目、どうだ打った打った、さあバッチリのチャレンジ、なんとか継投していきたいところ、もうクレジットは使い切ってしまっているんです。ここでホームランを打って次のプレーにつなげたいところ、5本目どうだ打った、バッチゲット、バッチゲット、バッチゲット、ホームラン、おめでとうございます。はい、というわけでじゃあむつみなんとかつなぎましたね、3プレー目、そのままキャラを選んでもう一度打ってくれ、ホームラン、あー無事、あー打った、よく打った、スタータイガージャックで出されたがしっかりスタンドへ放り込んでいく。さあ2投目どうだ、あーダーマ悪くせ、ダメか、死んだ、むつみ残念、8本ですかね、8本のホームランですかね、ありがとうございました。じゃあ次4126かイージス、さあノーフューチャー、残り2人となってしまった6人目の打者、4126ですね、4126、さあ4126、 C チームを選択、リンス、さあ1投目、41どうだ、放っていったホームラン、あーなしだった、なしだった、万歳なしだった、むつみさっき8本だっけ、った8本だ、はい、当てたか、当てた当てた、命大事に繋いでいく、危ない危ない、これでタコはなかったことになります。バイボー、さあリース416、あーなんだそれ、おーすげー、よく打てる、魔球は通じないのだよと、おいプロ勢に魔球は通じない、しっかり打った、2投目416、投げてホームラン、素晴らしい、完璧な当たりでしたね、ホームラン、さあ3投目投げて、難しい、ああどうだ、引っ掛けたか、詰まったか、ちゃんとスタンドへ、素晴らしい416、電圧の流れを良くしていく、強引に自分の引き寄せていく、なんなの、打てねえよ、回るか、残念、ワンプレー目、3本のホームラン、さあ最後のゲームになってしまうか、ここは強気なゲリを選択していく、ザンクロー無双剣ですごい強さを見せる4一6、ホームラン強さでドランだ、さあまずは2プレー目、しっかりスタンドに放り込んでいく、2投目投げて、あっ下段、あーいや流れてきた球、しっかりホームランへ、ホームラン、さあ下タイガーか、それともチェンジアップか、怪しい電圧が、あーいやこれは打てるか、よしよし、甘いコースだった、4一6、ああいうのはしっかり打っていく、素晴らしい、さあ4投目真ん中、甘いコースだ、ゲリなら当てる、ゲリなら当てる、タイミング勝負、さあ電圧を引き寄せたか、4一6、素晴らしい打席、どうする、真ん中開いた、ホームラン、ホームラン、さすがモエプロ勢、我々は違うのだよと、まずバッジをゲットしていく、さあゲーム3プレー目に繋いでいった、416、またも強気なゲリを選択して、3の1、1投目投げて、どうだ、あー打った、セター返し、ホームラン、ホームラン、さああと10本ホームラン打てばトップになるんですけど、どうでしょうか、2投目打った、あー入った、危ねえ危ねえ危ねえ、電圧を引き寄せる、電圧を引き寄せる、3投目どうだ打った、ホームラン、4126がホームランを量産中、
なんとかこのホームランハイに持ってきたいですね。わあ、下段だ、下体がタイミングがずらされた。4-1-6、11本のホームラン、みんなお気楽勝。2位タイです。タケヤンと並びました。じゃあ最終打席、イージス選手。じゃあ18本というこの偉大な記録に対し、ボヘロプロ野球勢ノーフューチャー最後の打席、イージス選手、モエプロウィキの制作者イージスがどれだけホームランを打って帰ってこれるか注目したいところ。ランキングバトルは次回のランバトンの時もこの打ったホームランの数が継続されます。いいですか、覚えておいてください。なので、そうですよ、だからこれ取っとかないとダメなんだよ。最後に何本ホームランを打ったかを競うんです。いいですか。さあ今100円を投入したイージス、最後の打席、さあでっかい花火を上げられるのか。1投目、あー、タコった、演技が悪い。さあここでスロットを当てたいところだ。タコからへのタコからタコへ、あー、775外している。さあタコってしまった。肉レベタフタコるのか、ドア、いや、タコらない、タコらない、手厚い気をする、手厚い気をする。こっからあるのか、こっからあるのか。2投目投げて当てていった、ホームラン、ホームラン。さあもうエプロンウィキを作った男、タコるわけにはいかない。3投目投げて打って、レフト線が入った、入った、ホームラン。危ない危ない。さあいけるのか、4投目、あー難しい、当てていく。ゲリの性能、ヒットボックスの大きさをいかんなく発揮し、4投目難しいコースでしたがしっかり当てていく。さあ5投目、ゲームをつなぎたい、真ん中甘いコース打っていく、しっかりつないだ、さすがモイプロゼ。5本はデモなのか。さあ継続されます。いいですか、クリスチーネ・ゴーダはここから13本ホームランを打ったんです。さあ1投目打った、セタ返し、ホームラン。さあここから引き寄せたいイージス、流れを引き寄せたい。2投目投げて、あー、モエプロゼコーチン、優勝はクリスチーネ・ゴーダー、ビタクシュ。じゃあ一応ヒーローインタビューしますかね。放送席、放送席、ヒーローインタビューです。モエロプロ野球ホームラン競争大会、第1回目のランキングバトル、最多ホームラン18本、クリスチーネ・ゴーダー、みんな拍手、ありがとうございます。どうでした、今日のホームラン、今日は電圧見えてた感じですかね。いや、あのコース運がすごく良かったんで。ああ、コース運がすごく良かった、いわゆるその甘い球が多かったという感じで。そうですね、あのアンダーとか来まくってたら多分終わってたと思う。なるほどね。でもこういうのって普通に通常ゲーセンであのミカドでプレーしてて、はい、こういう時ってあるんですか、やっぱこうパンパンパンとつながる時。今日は異常です。異常、こんな時はなかなかないということで、ちょっとモエプロ勢もびっくりというような感じでしょうかね。まあ今回はランキングバトルとしていう、まあ、目打たれた大会なんで、今日打ったホームラン皆さん、僕らの方で保存して、次回以降もこうどんどん足されていくっていうスタンスになるんですが、いきなり18本、これ結構抜くのきついんですけど。プレッシャーも大きいんですけど。あ、逆にね、プレッシャーも大きいということで、じゃあちょっとノーフューチャーにちょっとどうかその運を少し分けてあげてください。よろしくお願いします。お決まりの宣伝やっていいですか。はい、どうぞどうぞどうぞ。お前らブリキワンをやろうだ。ありがとうございました、クリスチーネ・ゴーダー、ブリキ勢から参戦。というわけで皆さん、クリスチーネ・ゴーダーのこれからの剛腕にご期待ください。ありがとうございました。一応言い訳聞いとくか、KM、 じゃあちょっと一応一応じゃあ言い訳、まあノーフューチャーの KM で、ノーフューチャーの KM で、今日はじゃあ3タコ、そうですね、ルーレット当たってからのタコだったんで、タコだったということで、ブリキさんと2人で仲良く、タコっちゃいました。なるほど。じゃあクリスチーネ君の今日のバッティングどうでした。いや、まあコース配分も良かったのはあるんですけど、やっぱりそこも含めてのモエプロなんで、あ、なるほど、まあ、クリスチーネさんのバッティングが切れてたってことですね。今日キレキレだったということで、すごいメロディーでしたね。メロディーだった、奏でてた。ちょっと
そうですね、スカウト待ったなしって感じですよね。待ったなし、もうだ引き込んじゃうんだ。いや負けるとか勝つとかじゃなくて、ちょっと一緒に音楽やりてえな、一緒にやろうよやろうよみたいな、いいねみたいな、バンドでしょみたいな、全然悔しくないですね。わかりました。で実際どう、こういうバカ当たりの日ってあるの、ゲーセンでやってる。僕の時だけ本当になんかピーキーな球が来て、あ持ってんなって感じですね。なんでだ逆にね、あんまりキャッチャーの方に打つってあんまないもんね。そうですね、後ろにホームラン打ってるみたいなね。はちょっとマニアックに行き過ぎちゃったね。そうですね、後ろホームラン見せちゃったみたいな。そうですね。まあ背中は見せれたかなっていう。というわけで、はい、まあランキングバトルということで、まあ3月から4月ぐらいまでやるんですけど、まあ萌えプロ勢から優勝者が出ることを、僕はノーフューチャーから出ることを祈ってますんで、ありがとうございます。はい、じゃあ KM にみんな2タコの3タコの KM にみんな大きな拍手をありがとうございました。というわけでございまして、萌えのプロ野球ホームラン競争、今日は、あれでしたね、クリシーネ・ゴーダのバカ当たりが、炸裂して見事優勝ということで、ランバトなんで、ちょっと次回の予定ちょっと今暗記してないですけど、このホームランの数が継続されます。よかったらぜひ、また集まってください。で新規の方の参加も、不利ですけどね、継続だから不利ですけど、いつでも参加できますんでね。でも分かんない、クリシーネみたいにバカ当たりすればあるかもしれないんでね、よかったらぜひ新規の方も萌えプロやりに来てください。通常の大会もね予定してますんで、そちらの方もどうか、参加していただければなと。誰でも遊べるゲームになっておりますんで、よろしくお願いします。というわけで萌えプロ HD ただいま、2台ミカドの方で絶賛2階で稼働中です。1階に行ったらないよっていう人は2階に上がってきてください。萌えプロ HD 遊んでください。よろしくお願いします。というわけでございまして、第1回ランキングバトル萌えプロ野球ホームラン競争以上終了。ありがとうございました。